マリサイ人とサドカイ人、来たりてイエスを試み、天よりの印を示さんことをこう。答えていいとも。昨夜には何時ら、空赤きゆえに晴れならん、と言い,い。また明日には、空赤くして曇るゆえに、今日はあれならん、という。何時ら空の景色を見送ることを知りて、時の印を見送ること、あたわぬか。 横島にして不義なる世は印を求む、されど世那の印のほかに印は与えられちかくて彼らを離れて去りたまいる弟子たち彼方の岸に至りしにパンを携わることを忘れたりイエスイいタもつつしみてパリサイ人とサドカイ人とのパン種に心せよ 弟子たち互いに我らはパンを携えざりきと語り合う。イエスこれを知りて言い,いたもん。ああ信仰薄き者よ。何ぞパンなきことを語り合うか。いまだ悟らぬか。五つのパンを五千人に分かちて、そのあまりを幾かご拾い。また七つのパンを四千人に分かちて、そのあまりを幾かご拾いしかを覚えぬか。 我が医師はパンのことにあらぬを何ぞ悟らざる。ただパリサイ人とサドカイ人とのパン種に心せよ。ここに弟子たちイエスの心せよと言いたまいしはパンの種にはあらでパリサイ人とサドカイ人との教えなることを悟れり。イエス、ピリポカイザリアの地方に至り、 弟子たちに説いて言いたも人々は人の子を誰と言うか彼ら言うある人はバクテスマのヨハネある人はエリアある人はエレミアまた預言者の一人彼らに言いたも何時らは我を誰と言うかシモン・ペテロ答えて言う何時はキリスト生ける神の子なりイエス答えて言いたもバルヨナ・シモン 何時は幸いなり何時にこれを示したれば血肉にあらず天にいます我が父なり我はまた何時に継ぐ何時はペテロなり我この岩の上に我が教会を建てん黄泉の門はこれに勝たざるべし我天国の鍵を何時に与えんおおよそ何時が地にてつなぐところは天にてもつなぎ 死にて説くところは天にても説くなり、ここにイエス、斧がキリストなることを誰にも継ぐな、と弟子たちを今しめたまえ。